高橋よいチャンネル日曜日の TBS でやってる「サンデーモーニング」という番組で、うん、高橋さんが珍しくツイートされてましたけど <laughs> あの寺島さんという方がアメリカの銀行破綻の背景を見てましたけどまあ、ね、年中見てるわけじゃないんですけどね。はい、まあちょっとツイ があったからちょっとどんな番組かなと思ってまあ実は私は全番組はねワンセクあは録画してるんでまあ見れることは見れるんですよね内容だけ見れればいいからワンセクだけでワンセグでね十分でね大きな綺麗な画像でやる必要ないんだけどね。でちょっと見たらすごい解説でしたね。でまあこの寺島さんって人なんだけどなんかテレビなんだけど 原稿を読みながらやってるような感じだった、ね。の<ー>びっくりしましたね。下,たね下を見て原稿を読みながらね。はい、私この人のバックグラウンドも多少知ってんだけどさ。前から知ってるすごく深い付き合いではないですけどね。えっと私が役人の時に役人に入ってすぐだったけど。はい、お大蔵省の中でね。はい、幅広く意見を聞くっていう。はい、そういうプロジェクトにちょっと借り出されてね。はい。はえっ、ー、と、だから千九百八十。 年だったかな、うん、ちょっとプロジェクトがあってねそれでね<い>あの最初に知り合ったっていうのがの<ー>ですけどねその当時はねワシントンにいててで確か三井物産でワシントンの はい、えとロビー活動ししている方でしたね主にアメリカの議会にね、はい、でそういう方なんで非常に面白いなと思ってね三井物産もこういう方をよくね、はい、あのロビー活動の方に当てるのかなと思ったくらいな、はい、感じでそれでアメリカのいろんな情報を持ってたりしてたんでね、はいうん、その頃からあれだったかなバックグラウンドとしてはねいろんなロビー活動する方だから、はい、まあ当然あれでねいろんな あの分析系じゃないよね、どちらかというと、思想系っていうかね、はいうん、そういう感じの方だったなと思ったんだ、ね。あ,あ、そうですか。うん、それでも、まあ、思想系の話で、昔だと結構、有識者として、思想系の人って結構あれですよ、重宝られるから。はい、そういう感じの方だったよね、はい、だから、こういう風な金融危機の話とか、そういうのを。分析系にね、できる方ではなかった、名前からね。はい、<laughs> だから、大体分かってたんだよ、<あ>大体もう、だから、資本主義が消しからんとか、そういう感じの<ー>、感じの言い方だけ。まあ これでまあ、あのデリバティブがあって消しからんとかね。まあ多分理解できないんだよ。大体 <laughs> <あ>、大体ね、金融系の話でね、はい、資本主義が消しからん、あの儲け主義だとかね、はい、デリバティブが消しからんっていうのは、大体いい中身が理解できない人が大体言うんだよ。はい、まあそれ、典型的にはそういう感じの方ですよね。<laughs> そうなんです、ね、だからこの番組でもさ、言ったけどさ、はい、シリコンバレーバンクの話なんてさ、うん、非常に古典的な、実は金利リスクの管理ミスってやつで、はいはい、ツイッターでもさ、ちゃんと、えー、っと、この番組を 引用しといたけどさ、はい、要はあれだよね、えっ、ー、と SDD ズとか環境とかいうという変な名目をつけて長期 再投資をしちゃったった、はい、大間違いだこれで今のこういう時代だから預金流出なんかすごい早いからね、うん、預金流出が早い時に長期債投資なんかしちゃってそれを売却せざる得なくなったら売却さんがたくさん出ちゃうそれも典型的なパターンなんですよ。だからそういう意味ではもう私から思うとディーバディーブスも何もないよってただ SDGs とまあ環境かなんかを口実としてね長期債投資をやっちゃったっていうだけの話ですよ。だからそれなにさこのののに資本主義ののこの テレビパティがどうのこうなんそんな解説してるからね3、はい、モニューあれかなもう環境とか S3D の話はできないのかなと思ってからちょっと,ちょっと書いたわけですよなんかずいぶんあの番組ってそっち押してるイメージは 押してるよ。よね、だからさ、こんな SB、あの、シリコンバレーバンクの話になったら、金利リスクを無視した SEDs 環境投資っていうのがもう典型的だからさ、それを言えばいいのになってる。そこは言わないじゃない。デリバティズも何もないよ。環境債なんて、デリバティズムなほとんどないよ、そんなもん。大体あの、あの、あの、系の手の話って、あの、環境系のやつだって難しい、小難しいね、債権って少ないから、デリバティズムたいな関ってることはほとんどないですよ。あ、そうなんだ。 なんで左系がやるのにさちょっと小難しい話になったら無理じゃないか <laughs>。<laughs> <laughs> 非常に単純なまああの 金融界でいうとプレーンバニラって言うんだけどねプレーンバ,バニラってだから何もくっついてないってさソフトクリームってそんな意味だよね<ー>プレーンヨーグルトとかあるんでしょそういうのと<お>一緒だよ何もくっついてないようなあの単純な商品だってそういう意味だよねだ,だいたいそれは決まってんじゃん SEDs <laughs> なんてそんなのそんなのしか分かんないんだもん <laughs> <laughs> そういう風なあの、はい、手がいいからっていうので、はい、まあ。 本当はリスク管理無視して突っ込んだだけなんだけどねそういうふうなちょっとカモフラージュしてやっちゃったっていうのがあのシリコンバレーバンクの話ですけどねそういうこと言わないでさ何か、はい、言わないからさ何かあれじゃない何言ってるか本人分かんないから下見ながらレンジ言ってて <laughs> あれは本当情けないよね自分でも分かってないからしてでしょあれおそらく <laughs> 何言ってるかがこの原稿どこで作ったんでしょう、ねまあそれはな 自分のノートになってたけどスタッフの人が作ったんじゃないの、はい、うんそれがスタッフの人に聞いたんじゃないのだけ知らないけど私のね専門家の定義っていうのはね、はい、結構単純でね専門家たるものね、はい、いつ何時聞かれても。はいはいはい 何も原稿なしできちんと喋れることっていうのが専門家の定義でこれが3分ぐらい短いやつっていうのはただ覚えたアナウンサーなんだよああなるほど何か案件について、はい、あのまあ小1時間2時間3時間喋れるっていうのは専門家の定義何にもなしでそのままあのどんな質問っていうかね、はい、もちろん自分の専門分野だよ、はい、専門分野に聞かれた時にそのまま喋れる、はい、だからこういうのは大学のね、はいえー、大学院の時の口頭諮問っていうんでよくやるわけ何もなしでねいきなりポーンって 質問を問き,きし,して、はい、でちゃんと答えられるかどうかって見るわけ、はい、そこで答えられなかったらダメなんだよ<ー>だから逆に言うとあれだよねあのなんか読みながらやるこれアナウンサーだよ読みながらやるっていうのはダメなんだよう,うん。何もなしでやんなきゃダメで,、はい、でもちろんね間違っちゃいけないからいろんな数字とかそういうのをチェックするっていうのはいいんだけどね全体の論旨みたいな話は何も見ないでできる。 確かに、下見ながら喋ってますけど、数字のこと何も言ってなかったですよ、ね下。下見たら数字の話しなきゃダメだよ。<laughs> あの、私だってね、下見るときあるけど、それは数字が間違っちゃいけないときには見ます。はいはいそうですよ。そりゃ、それ以外の話は全然下見なんか見る必要はないですよ。<laughs> あいじゃあ正義の見方でたまに立つじゃないですか。うん、あのとき、もうのも、のしり。何もしり。 私な一切何もなし。こんなの大学のね講義の時もそうなの。だからよく大学の講義で先生がね、はい、あれでしょ講義の前に、ね、準備しなきゃいけないっていうなんでしょう。数字の準備はするんだけど、はいはい、先生によるとね、はい、自分の喋ることを一回もう一回復習みたいなする人いるんだけどそんなのダメだよ。<ー>だって大体そんなそんな講義聞いてたらさ、はい、講義聞いてる人はわかんないに決まってんじゃない。はいはいはい。でも寺島さんも大学 か無理なんだよ。下見ながら喋っちゃって。<laughs> 聞いてる人が何を聞いてるか分かんなくなるような話だよね。学長って書いてありますよ。あ、学長教えないから大丈夫だよ。そうなんですね。<laughs> 学長教えないよ <laughs> <れ> <laughs> あ。本当の教授だったらダメだよ、いや、それはあれだよ。やっぱり何もなしで、あの相手の耳を見ながら喋んないとん、うん、喋ゃれないと、うん、ダメだよね。だからテレビの段階でね、はい、なんか下見ながら喋ってる人はダメだってことはよく覚えておいた方がいいよ。 やっぱ思想系の人っていいいうううののはやっっぱそ人うう人が多い思想系の人ってねこういうふうな金融みたいなテクニカルな話は苦手なのだから全部思想の方持っていくからああそういういことかああだから本当のテクニカルでかつ知識が必要なものって思想系はできないよね。ああ なんかこういうのはチェックするときに非常にいいわけ。この方は結構昔からじゃ左巻き昔からそう。あ、そう。うん。だからそういう左巻きなんで思想系だったから、はい、まあまあこの手の話はできないなと思ったわけ。うん、そしたらあのうはできなかったからちょっと書いてみたら。うん、そしたらあみんなえ高橋さん見るんですかって言われたので見ないよとは見ないけれど、<laughs> ツイッターでちょっときっかけあったから <laughs>、はい、僕画見たよってその話ですよ。じゃあ今後もしあの面白い案件があったらお知らせすると。 ちょっと見て、もいてあ、もちろん、もちろん、あの、僕は人って、あの、から見てね。あの、いいコメントするのは構いませんよ。五 <laughs> 月二十日の、えっ、ー、と、トークショーですけれど、一般販売が始まりました。どうぞ、皆さん、よろしくお願いいたします。